オルタードというのは、置き換えられたっていう意味ですね。テスト出ますか？中学生の皆さん。オルタード。置き換え。はい、今日はいきなりテンションの話をしようかと思うんですけど、テンションの、まず種類なんですけど、普通のテンションは9度っていうのがまずありますね。で、13度あります。これは普通テンションって今、ナチュラルテンションとかいう場合もありますけど、あんまつかないか。で、それをちょっと置き換えたやつね。ずらしたやつが、フラットナインス。で、シャープナインスっていうのがあって、あと、シャープイレブンス。で、フラットサーティンスっていうのが、あるんですけど、こっちをですね、オルタードテンションって言いますね。で、オルタードテンション、これ、ドミナントセブンスの話で、今。ドミナントセブンスの話です。で、の話で、マイナーセブンスもテンションあるけど、こんないっぱいないです。で、使えるとこなんですけど、このオルタードテンションが使えるとこっていうのは、ドミナント進行、ドミナントモーション、ドミナントモーションをしてるところ。ドミナントモーションっていうのは、5度セブンから1度いくときですよ。こことか。5度7から1度に行くときですね。だからここの戻るときも、ターンバックするときも、1度行けると。はい。のときに、オルターブテンション、使えると。もちろんね、例外は多分、腐るほどあると思うんですけど、はい。で、今日は一応、フラットナインスとシャープナインスを使ったフレーズやろうかなと思います。みたいな感じですけど、お分かりいただけたでしょうか。お分かりいただけただろうか。一応順番的にはシャープナインス、フラットナインスで弾いていると思うんですけど、シャープナインスが、C のフラットで、フラットナインスがラのフラットですね。っていうと、解決した感じになるっていうね。ということで、皆さんもオルタードテンション使ってみませんか？